アンディ・マルテ、アンディ・マヌエル・マルテ、アンディ・マヌエル・マルテ、1983年10月21日から2017年1月22日は、ドミニカ共和国、エルマ・ナスミラバル州、ビラ・タピア出身のプロ野球選手、三塁手、右投げ右打ち、マルテ勢は、一般的には、マーテと読む。9月12日にアトランタ・ブレーブスと契約を結んだ。 6月7日にインターリーグのロサンゼルスエンゼルスオブアナハイム戦でメジャーデビューを果たした。7番3塁で先発起用され3打席に立ち安打こそ放つことができなかったものの1打点を記録した。この年は24試合に出場し打率144打点という成績を残した。2005年12月8日に エドガー・アーレンテリアとのトレードで、ボストン・レッドソックスに移籍した。1月27日に、ジョシュ・バード、ココ・クリスプ、デビッド・リスキーとのトレードで、キレール・モモタ、ケリー・ショパックと共にクリーブ・ランド・インディアンスに移籍した。3月1日に、インディアンスと1年契約に合意。3月27日に、トリプル A 級、バッファロー・バイソンズへ移動し、開幕をトリプル A 級で迎えた。 開幕後は、トリプル A 級で96試合に出場し、15、本類ら46打点1盗塁、打率、261だった。7月28日にメジャーへ昇格。この年は50試合に出場し、5本類ら23打点、打率、226だった。2月28日に、インディアンスと1年契約に合意、開幕ロースター入りしたが、四月十三日に、 ハムストリングの故障で15日間の故障者リスト入りした。5月19日に復帰したが、5月28日にトリプル A 級バッファローへ降格。9月4日に最小を隠した。20試合に出場し、打率19。193.1本類が8打点だった。は、多くの出場機会を与えられたが、8月27日の試合まで打率。 200歳超えない状況が続き、シーズン通じていずれも自己最多の80試合に出場し、235打数を記録したにもかかわらず、打率、221.3本類が17打点という成績に終わった。2月19日にファンサラスの獲得に伴い、ディーフとなり、2月23日に放出され、2月25日にトリプル A 級、 コロンバス・クリッパーズへ降格した。7月28日にインディアンスと再びメジャー契約を結んだ。この年はいずれも自己ベストをわずかに更新する打率。232.6本塁が25打点という打撃成績を残したが打率。250、出塁率。300のラインを上回ることはできず、最終的にレギュラーポジションをダッシュするには至らなかった。 和マクロースター入りし、自己サイトの81試合に出場。打率229.5本塁が19打点だった。オフの11月5日に40人枠を外れ、トリプル A 級コロンバスへ降格し、11月6日に FA となった。2010年12月1日にピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結んだ。 ガトリプル A 級インディアナポリスインディアンスで97試合に出場し7本塁打37打点に投塁打率202だったオフの11月2日に FA となったは無所属のままシーズンを終えたは独立リーグであるアトランティックリーグのヨークレボリューションと契約を結んだここでは96試合に出場19本塁打74打点 打率301だった。シーズン途中に退団した。2013年8月5日にロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムとマイナー契約を結んだ。ここではトリプル A 級ソルトレイクビーズで26試合に出場し、6本塁打18打点、打率362だった。オフの11月5日に FA となった。 2013年12月13日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。アトリプル A 級リの A シズで開幕を迎え、102試合に出場。13本塁打62打点1盗塁打率330と活躍し、7月31日にダイヤモンドバックスとメジャー契約を結んだ。同日のピッツバーグパイレーツ戦で6回裏に、 代打として4年ぶりの出場を果たし、ジェフロックから勝ち越しの2点本塁打を放った。昇格後は6試合に出場したが、1本塁打3打点、打率。188の成績にとどまり、8月7日にリーフとなった。8月9日にトリプル A 級リノへ降格した。2014年11月15日、韓国プロ野球、キロトンウィズと契約した。 より一軍戦に参加した、キロトンウィズにとって初の外国人野手となった。同年チームサイトの89打点を記録した。2016年は故障で8月9日の出場が最後となった。2017年1月22日、ドミニカ共和国で乗用車を運転中に交通事故で死亡した。同年一月十四日、生前最後に所属していたキロトンの本拠地、 水原キロトンウィズパーク内には個人の家を掲げた喧嘩台が設置れた。打撃ではマイナーリーグ12年間で163本塁打を放ったパワーが売り、特に2002年は21本塁打、105打点、2004年は110試合で24本塁打とパワーを存分に発揮している。守備ではマイナーメジャーともに守備率9割4部台と失策が多い。 一方で、守備範囲は平均レベル以上で、通算 DRS7 であり、インディアン水石後に限れば15となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。